暴君董卓の死後、彼が遷都した長安は混乱を極めた。漢の遣帝は難を逃れるべく洛陽への脱出を図る。だが各地の諸侯たちが長安に押し寄せ、帝の行く手を阻んだ。ある者はその権威を得るため、ある者は己の野心の駒とするため、この様子を苦々しく見ていた人物がいた。学者西洋とその娘西文姬である。西洋は遣帝の姿を董卓に連行された若き自分に重ねていた。もう乱世に翻弄される者は誰一人見たくはない。不死の悲痛な旋律が長安にこだまする。陛下はご意向董卓に利用され、董卓亡き今は諸侯に御身を狙われている。早くこの長安から逃がして差し上げねば、野心を抱く輩が陛下のおそばへ近づく前に。はい、お父様。私も陛下の定めを悲しく思っていました。精一杯力添えいたします。そう言ってくれるか。そなたを巻き込んだことは心苦しいが、わしは陛下に己を重ねているのかもしれぬ。董卓に拘束され、仕え続けた自分自身を。陛下を追いたわしく思う気持ち、それは私も同じです、お父様。さあ参りましょう。悲しい定めから陛下をお救いするために。陛下は玉座の間に合わすようだ。何としてもお連れするな。この命に代えても守ってみせましょう。陛下もお父様も。侵入者だ。見つかったか。いや違う、わしらではない。陛下の恩義を狙う侵入者がいる。玉座の前へ急ぎ、陛下をお守りすれば。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。帝はこの策に終わった。
未来を完成しましょう。倒さねばなりません。野心を抱く奴に帝を委ねるわけにはいかぬ。お前も私と同じ志を持つように。悲しいです。あなたに落下の方と同じ。照らしましょう。力で滑るものだ。乱を招きましょう。あなたには成果が託せません。未来のご引き取りを。そなたの論議を一理。ここは引こう。参戦する。帝は私の武士、殿下に衰退を申し上げ、邪魔はさせんぞ。あなたの言葉の裏には邪心がいられます。照らし信じることはできません。よくだ城内に侵入したぞ。ここで兵を失うわけにはいかん。天下無双の猛将と聞きます。何としてもお父様、そして陛下を守らぬ。未来を照らしましょう。玉が玉座の間に接近中。急ぎ救援をお願いします。この総猛徳が直々に相手をしてやる。さあ、ありったげで。さあって、どんな感じでとっちめてやろうか。こう、お前が相手だ。いいだろう。貴様の最後の娘か。黙っていても、無駄になる成功か。私の心にしかと刻まれた。でも冷徹なだけではなく何かを感じます。お父上のため未来必死なのですね。照らしましょう。この心構えです。あなたも悲しい定めに仕方ないです。ここで引くわけにはいきません。敵将、討ち取りました。
我が陣営にも良い影響が出ようと。ここまでだ。敵将討ち取りました。ミラ、照らしましょう。一つだけ忠告を。王翦様は容赦のないか。敵将のために生きらねばならぬ。未来を照らしましょう。未来を照らしましょう。彼女の養父、王院殿は董卓殺害の罪に問われて殺された。おそらくわしらの姿を見て
王院殿のことを思い出したのだろう。それであのような助け舟を。乱世は悲しみばかりを生むのですね。この戦乱を終わりに導けるのなら、私はどんなことでもいたしましょう。たとえそれがどんなにつらい定めであったとしても。大事な音を聞き逃してはなりません。